樹形王と枝樹形北海道を別した今、東町公園樹形は、ニれかけ焼き族の落葉公木。月とも言う。落葉紅葉樹の高木で、高さ20から25メートルの大木になり40メートルを超す個体もある。開けた場所に生える個体は、枝が線状に大きく斜めに広がり、独特の美しい樹形になる。樹皮は、 開白色で、若木のうちは滑らかで横長の皮目があるが、老木になると、モザイク状やリンペン状、または大きく反り返って剥がれるなど、剥がれ方は一様ではなく、幹の表面は、まだら模様になる。一年枝は、褐色で、無毛、ジグザグ状に伸びて、皮目がある。葉は卵型で、虚子は、曲線的に葉先に向かう特徴的な形であり、虚子の先端は尖る。 死ゆ同種で死ゆ子と花である。夏季は4から5月頃で、葉が出る前に薄い黄緑色の花が咲く。秋の紅葉が美しい樹木でもある。個体によって色が異なり、赤や秋色に紅葉する。果実は痩せかで、小枝についた葉が翼となって、果実がついたまま小枝ごときから離れ、風に乗って遠く運ばれて分布を広げる。当芽は個性し 小さな卵型で、暗褐色の鉢から十枚のガリンに包まれており、横に、含めをつけることがある。枝先には、仮長芽がつき、側芽は枝に沿わずに開け出してつく。トウ芽の横には、しばしば含めがつく。トウ芽の脇にある洋根は、半円形で、遺ンタバコンが3個ある。葉の裏と柄に、短毛の密生する変種を、メゲ焼きという。朝鮮半島、中国。 台湾と日本に分布し、日本では本州、四国、九州に分布する。団地では、丘陵部から、山地、寒冷地では平地まで自生する。自然分布の他に、人の手によって、街路や公園、人家の周りにも植えられたものもよく見られる。宝器を逆さにしたような樹形が美しく、街路樹や公園樹、防火や暴風の目的で庭木などとしてよく植えられる。特に、 関東地方での利用が多い。巨木が国や地方自治体の天然記念物になっていることがある。ケヤきムク塗装済み材は狂いが少なく湿気に強いのが特徴で幅広い用途に使われる。木目が美しく磨くと著しい光沢を生じる。硬くて摩耗に強いので家具、建具等の差し物に使われる。 日本家屋の建築用材としても古くから多用され、神社仏閣などにも用いられた。現在は高価となり、なかなか庶民の住宅には使えなくなっている。伐採してから乾燥し、枯れるまでの間、右に左にと大きく沿っていくので、何年も寝かせないと使えない。特に大黒柱に大木を使った場合、家を動かすほど反ることがあるので大工泣かせの木材で、ある。また、 中心部の赤身と言われる部分が主に使われ、周囲の白田は捨てられるので、よほど太い原木でないと立派な柱は取れない。1940年、戦時色の強まった日本では、溶剤生産統制規則により特定の樹種について、用途指定を実施。契約材の使用用途については、軍需、内地使用の船舶、車両用に限られることとなった。多くの自治体が、県の木、 しのきといったシンボルにけやきを指定している。潜伏時の大ケやきなお、東京競馬場の第3コーナー内側に、俗に大ケやきと呼ばれる大木がある。数々の逸話があり、ケやきステークスという名の特別競争まで開催されているが、実際はえのきであって、ケやきではない。ありがとうございます。